難しいな。戦闘を再開。不穏な空気はもうないな。こいつとマットングラだけただけのミスちゃう。もったいないな、これ艦長なんから本人とか集中していかんの。アムロに当たるわけねえから。ここはちょっと足止めしときたいな。ハワイの重要拠点だから落とされるわけにはいかない。ガングラーでも艦長が乗ってないのもったいないな。これ敵倒しても経験値入らんからな。
だいぶ倒したけどね、このマッドアングラーのミサイルで結構、ね、足止めになるんだよ。地上は水中と地上水中もぐらいのやつがこういったこういうことができるからな。なんでここ連邦に取られてんだよ、あれ。戦闘を中断。敵エリアに侵入。水中モビルスーツだな、これは多分。あ、戦闘機とアクアジムか。本来ならな、こんなやつは乗ってきちゃうんだけど、余裕がねえんだよな。大丈夫大丈夫。全部敵エリアに侵入し、人材不足だな。こんな若造が入ってくるなんて。僕だってサイクロプスの一員です。隊長、なんとか言ってください。それは実績で示すしかない。それがサイクロプスの流儀だ。攻めにくい地形だな、ここ。あ、来やがった。戦いとは駆け引きなのだよ。マーク・ベン、持ちこたえてくれよ。あっちゃんのコントロールされたかな。
そ、厚さが一気にダメージ出たわ。うわ、ヤザンもおるじゃん、やば。ヤザンがおるの厄介だな。これうかつに近づいたら一気に片付けられるか。できやがった、クソ、マジか。私の邪魔をした報いを受けてもらわねばならぬ。さんはちょっと無視しよう。魔法の相手したら倒されるから。これまずいんじゃないかな、これガルシア。このままだったら先陣を攻撃できるんだ。そう。
交代しとった方がいいな。力押ししか考えられんやつには負けられん。よっしゃ、落ちた。戦いに勝つことはできないのだよ。マークベ頼むぜ。なんかあのガンダムはちょっと厄介だな。気のぐらず叩き落としてやるぜ。キャノとガンダムがどう動くって言ってくるんだな。あ、来やがったな。くっそマジか、やめてくれやめてくれよ、集中砲火は。くっそスタイナー持ちこたえてくれよ、なんとか。ほう、ほうい戦滅に来やがった。くっそー、地上は押されまくってるな。地上劣勢だな、本当。厳しい。とりあえずアジア方面だけでもなんとかな、確保できるようになっていかんと。
コントローラーも保存しなしたのか。ザンジバルが欲しいね。戦闘を中断します。戦闘を再開。戦闘中。戦闘をさ。ここもちょっときついんだよな。でもまあここも。
戦闘中断。敵エリアに。ここも制圧しときたいね。宇宙の。あ、ここはそうか、牽制で置いたんか。あ、でもあいつらだけじゃん。輸送艦だけだったら倒しときたいな。倒しに行くか。ガトルだけでも落とせるやろ。倒したいな。反撃できんかもね。こういうのでもね、もう。わあ、ちょっとエネルギーがちょっとやばい。だからなあ、ブラブロ弱いんだよな。ブラブロ、あ、もうティアも完全復活でしょうか。
祖国のためなんてカッコはつけねえ。俺は俺の誇りのために戦う。ダメージ受けたな。F 型結構きついな。もうまだまだ俺と戦えるレベルじゃねえ。腕を磨いて出直してきな。何？ちょっとは一旦数補充してから合流させよう。F 型は話にならんわ。まあ連邦もそう簡単に勝ちを譲ってはくれねえな。敵エリアに。やっぱね、来るよな、当然。
戦闘を中断します。ここはちょっと早いところ突破してルナ2を落としたいな。戦闘、ルナ2は本当にもうマジで落とした。援軍とか来てねえよな。あ、ここからだよ。木が売りやがるな。久保さんに大活躍してもらうと。こいつらを攻撃するのですよ。ウラキラーか、結構厄介だなこれ。まあさすがにこんな攻撃があったら。うるさいヘビー、頼むぜ黒い三連星、お前らにかかってる。ゲームじゃないからな、あんま強いね。あ、やばい、ダメージ受けたなこれ。うわ、ガイアやばいじゃん。シャレにもならねえ。マグレとはいえ負けちまうなんてよ。モンシア強えな、結構第4招待やってくれる。おーしよしよし。いや、黒さんが死ぬとこやったわ。こういう具合だったら黒い三連星はもうこれで戦艦に使用して、あとは君たちは一応早いとこ開いかんと。あそこ大部隊が集結さ、結構厄介だ。仕方ないですね、実力不足でした。よっしゃ、ダメージ受けてるか、モビスさ出せねえな。
もこいつらとこれだけで倒せるだろうから、あとはもう戦艦が艦長がちょっと誰かわからんか、うるさいやつだ、頼むぜ、裏切り仕留めてくれよ、裏切り裏結構、まあ、モーションゲーきついよってだけあって強いからな、よし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 、大金星のアブラキ倒しなんて、私を倒しても戦いの趨勢は変わらんよ、政治は難しいのだ、頼んで騎士や、朝の道な、あ、クソ生き延びやがった、チキショー、ここはなんとしてもこのターンで仕留めんと、次にルナ2に侵入したいからな、ちょっと久保さんは温存しとこう、よしよしよし、所詮戦艦でもいくら戦艦でもモビラマに勝てないよ、全体の平和のためには仕方のないことなの、しかもミニタイム乗ってたもん、乗ってるモビラマには倒す勝てんよ、敵部隊の戦、よっしゃー、ルナ2も目の前だ、戦闘を再開、ルナ2落とせばもう宇宙はもう我らのものだ、サイドスリーが残ってるからあれがうぜえやんけどね、キースもおるじゃん、 WT3 のメンバー結構おるな、
ス抜きにしてあそこ制圧したいな。強いなマジか、結構やられたなこれ。ここは制圧した、ここ制圧してしまえばもうてめえはもう回復すらできねえ。これ合流するかな、合流した方がええな、もうしょうがない、もう諦めよう。ここまで仕掛けまでも今できる最高の量産型っつったら、よっしゃ後ろからこいつに仕掛ける。キースでも結構どうかな、ジムコマンドとザクカイってどっちが強いんだろう実際。強いからこんだけダメージ受けるかな、マジか。結構ザク回がやばい、これだいぶダメージ受けたわ。敵エリアに侵入。まあちょっと援軍でもこいつらを連れてきた。なぜ戦うのですか。
私には守らなくてはならない人がいるわ。強いけれど深い悲しみを持った人。わかります。その人を愛しているのですね。私もできる限りお手伝いします。ありがとう。ガトル邪魔だな。ガトル役に立たんからもうこれ撤退させよう。ザク2回はまあ役に立つからいいとして、ガトルだけいらねえわ。これはもうあっちの別ルートの、君たちは役に立たないよ。さっさと向こう側に行きなさい。モビラを守るか、ちょっとやばいかな。まあでも向こうには確か入隊部隊いないはずだからな。ギレン派の方は誰が乗ってんだろう。ガトーあたりが乗ってんのかな。あでもガトーが乗ってたら結構厄介だな。でもスウェルスみたいなさすがに構わんだろう。モビラーマー3体ぐらいかな。動いてこねえか。エンジン組んだままだな。一気に来るかな。攻めてくるとしたら。もうこっから仕掛けれるかな。あのモビスーツの場合はちょっと厄介だから、モビスーツを破壊してしまう。モビルアーマーも厄介なんだけど、私が敵か。ならばお前も敵。落ちろ。
数の数をちょっと減らしておきたいな。これ棒立ちしとってくれたらありがたいんだよ。あ、来やがったか、やっぱくっそー厄介だな。さすがにさせてくれた。こいつが破壊されたらちょっと厄介だもんな。嫌っていただいて結構よ。これは戦いなんですもん。ニュータイプは殺し合いの道具じゃない。だけど仕方がないの。G の受け方が全然違う。無駄無駄これも火出てるな。私は私を救ってくれた人のために戦っているの。負けるわけにはいかないのよ。これエルメス破壊されたらちょっとやばいからな。よし、一気に交代じゃ。そうやってくれたな、こいつら。でもこういうモビラーマン無視して、あ、始末がビグロで逆襲してきやがったな。くっそなるよ。くそー、クスコアロン、シリオか。キャスティングまで積み上がって。キシリアおらんでよ、こっちには。
を受けたの。うわマジか、うっそさあ、愛おしいモビルアーマー発見機やじゃん。新松田がまさか復讐で来やがるとはな。私としたことが油断したようだ。攻撃してくるかな。あ、攻撃してくるな。くれたなあ。あ F 型が、F 型やっぱりもう役に立たねえな。まあ最初に作られたザクだからな。もうこいつら絶対だな、もう戦力ならんわ。破壊しとこう、これ厄介だ。いや、あえて相手すんのか。モビス隊結構うるせえから、あ、この部隊を全滅させてしまおう。
しゃブラブラ落としたとこへブラブラ本当に厄介だわこんな戦いで消滅してしまえばもうあとはリングだけだうわ結構ダメージ受けたなこれマジかあ向こうも同じ ザク2回か。あ、ザク回だね、こんなに。逆戦連。あ、こいつが撃ったかな。あ、ターン制限だ。ケビン・レズナーが来るとおーやめてくれそうここを全滅させたかったな戦闘中断開発部より新兵器の開発が終了したと報告がありました開発部の報告をご覧になりますかやっぱギレンの部隊厄介だな、うん、おザクツアー型装置だから OK おジョニーライスも、まあ、これ乗っけるかどうか分からんけどね諜報部より敵軍事技術の奪取に成功したと報告がありました